名古屋市中村区のミッドランドスクエアに集まった多くの報道陣。そこに現れたのは愛知県瀬戸市出身の藤井聡太五冠です。ある場所の会場セレモニーに参加しました。そこには師匠の杉本昌隆八段の姿も。名古屋将棋対局場会場ですね。東海地方に常設の公式対局場として初めて作られた名古屋将棋対局場が今日会場を迎えたのです。場所はミッドランドスクエアの25階。対局場は 84.5 畳あり、1日に最大7局行うことが可能だといいます。この場所で年間100局の対局が予定されています。また将棋盤は新しく購入したもので、その上に設置された中継用のカメラも最新のものだといいます。さらに対局場と同じ部屋の中に、こちら棋士が休憩するスペースが設けられています。対局中、棋士がおやつを食べたり飲み物を飲んだり休憩することができるといいます。棋士にとって対局が快適に行える、最高のコンディションで行えるっていうことをモットーにやっておりますので、なんていうんでしょう、ちょっと息抜きでですね、外の景色を眺めたりですとか、まあ、あるいは夜中夜の対局になって、ここから見る夜景みたいなものがですね、まあ、綺麗なんじゃないかなと思います。午前10時前、藤井五冠が初めて名古屋将棋対局場に足を踏み入れました。靴を丁寧に揃えて畳の上へ。対局は将棋界で最も歴史あるタイトル名人への挑戦をかけた順位戦 A 級の戦い。藤井五冠は順位戦 A 級の対局9局のうち6局をこの名古屋将棋対局場で行うことになります。その隣では師匠の杉本八段も同時に対局、師弟揃ってこけら落としとなる対局に挑むのです。勝負の行方とともに気になるのが勝負飯。これまで将棋の公式戦を行っていた東京や大阪では、昼食は出前を取るのが主でした。名古屋ではどうするのでしょうか。基本的には現段階ですと、まあ、何種類かのですね、お弁当みたいな形を用意して、それ好きなものを対局者に選んでいただくっていう形になるかと思います。当面は用意された3種類の弁当から選ぶ形になるといいます。今日の藤井五冠の選択は油淋鶏弁当。出前を頼めるようにすることは検討中だということです。藤井五冠はこの度名古屋将棋対局場が開設されることをとても嬉しく思います。ご協力ご尽力くださいました方々に感謝申し上げます。このことを契機として東海地方の将棋界がさらに発展していくことを願っていますとコメントしています。藤井五冠、こけら落としとなる今日の対局で勝利することはできるのでしょうか。終局は今日夜遅くになると見られています。